はい、どうもこんにちは、タケです。今日はタレクレやっていきたいと思います。今回はですね、必殺技レベルアップ2倍期間来てますんで、これを、ブンブンぶっ込んでいきたいと思います。それでですね、今回のメインを私は暴君クマ、決戦クマを周回してたっぷり集めようと思って、やったんです。で、虹の石を5個使って2体しか集まらなかったんです。っていうのは、私のパーティーでやりますとですね、スロットを即スロに変換するキャラがいないんですよ。まあ獣人ルチとかサッチとか全然いなくて、でスロット揃えないと倒せないんですよね、私の場合。なんで今回は特別メインとなるキャラはいませんけど、まあ持ってるもうボックスもね、いっぱいなんですよ。ほんとパンパンなんで、これを消化させていきたいということで、皆さんスキル上げするにあたって参考になればいいなと思って、まあ、それぐらいの感じです。ではね、もうカットカットで全部ぶっ込んでいきますんで、どうぞご覧ください。はい、ではね、力属性からどんどんやっていきたいと思います。ではね、さっき言った通り、暴君クマ2体しか集まってなかったんですけど、虹の石5個使って2体です。はい、ではね、2体上げていきましょう。1つでもあれば私は嬉しいです。まだスキルレベル1ですからね。お願いします。この次です。お願い、スルーです。そりゃそうですよね、せっかくですから2つつけときましょう。はい、じゃあ次は特攻フランキー、特攻フランキーも結構集めました。私ちょっと4つずつやるんで、4つずつ混ぜていきたいと思います。これもね、スキルマンになってほしいんですけどもね。はい、来ました。1個です。1個でも全然いいです。私は4つで1個ですからね。スキルマンならねえか、これな。もう足りないよ。はい、おいで。なかなか厳しいですね、今回ね。はい、あと2回できますね。4つずつ混ぜていきましょう。ほい、フランキー。ああ、よしよし、いいよ。もう1個、うん、いいよいいよ。1個ずつでいいんだ、1個ずつで。スルーがなければね、私嬉しいです、それだけで。来い、よっしゃー。あー、やっぱスキルマンにはなりませんでしたね。でも13ターン発動ですから早いですよね、十分ね。結構解放もね、頑張ってやってます。自由タイプ私結構使うんでね、育ててます。では次行きましょう。はい、次はですね、ラオジー行ってみたいと思います。まあラオジーも結構集めました。これも4つずつ混ぜていきたいと思います。どうでしょうね。はい、上がりました。1個ずつで、お、2つも上がりました。ありがたい、ありがたい。もう3つも上がった。いいですね、いいですね。ラオジーもね、使いどころでは使えると思うんですけど、まだ発動ターンが重いんでね、少し早くなってくれれば使うと思いますよ。いいですね、順調ですね。はい、どんどん行きましょうね。4つずつ、あと2回でいきます。よーし、2つ上がっていいよ、3つ上がっていいよ、なんなら4つ5つ上がっていいよ。いいです、いいです。あ、いい、1個でいいです。1個で全然構いません。はい、最後ですね、最後です。行きましょう。おー、スルーなしですよ、今回。ラオジはスルーなしです。何ターン発動ですか。19ターン。やっぱりもうちょっと縮めたいですよね。はい、次はね、もう力属性終わってしまったんで、技属性に入っていきます。次はね、このリバル混ぜていきたいと思います。あんまりね、集められなかったんですけど、544でいきましょうか。ちょっとこいつもね、自衛タイプなんで使えるようにしたいんですよね。スキルターンをね、短くしたい。はい、来ました。よーしよし、いいよ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 。おー、すごい、3つも、お、4つも上がった。すごい、こいつは優秀ですよ。何つけてたんだっけな、解放な。いやー、は毎ターン回復をつけたい。うん、これで決定ですね、もう決定ですね、これでね。いやー、こいつ頭いいなー、デュアル。はい、4つをあと2回できます。どんどん上がってくれ、どんどん上がってくれ。そしたらもうめっちゃ使うよ、君めっちゃ使うから。よーし、はいはい、ここまでです、ここまでです。いや、全然いいですよ、全然。おー、封じが2つも来ました。
はい、いいですね、いいですね。なかなかいいですよ、今回。ね、オークンクマはね、全然集められなかったですけど、まあいいじゃないですか、こんだけ上がってくれればね。はーい、はい、来た来た、あと1個、あと1個。あ、いいよ、全然いいよ。はい、解放は全然ダメでしたね。え、何ターン発動ですか？17ターン発動。まあそこそこもう使えるレベルですよね。よし、おりこさん、おりこさん。はい、ですね、技属性も終わってしまったんで、次は即属性に入ります。即属性も少ないんですけど、このクロコダイル3体しかいませんけどもね、混ぜていきましょう。全然スキル上がってないです。周回できないんですよね、本当にね。イベントがいっぱい来てるんで、あれ、上がれなかった？上がれなかったですかね、今ね。全然見てませんでしたけど。まあ、こんな感じでつけましょうか。毒よりはいい。はい、ではね、即属性ももう終わってしまったんで、次は心属性。この刻意シャンクス。本は3冊しかね、集められなかったんですけど、1つでもいいから上がってほしい。シャンクスお願い。頼む、お願いします。何の音もしなかったな。はい、では次はね、こちら不死鳥マルコ。結構本集めました。カルガモ舞台結構回ったんで、今回もうね、他のイベントはほとんどスルーです。だからよし来い、マルコスキルマンになってくれ。よしいいぞ。ぶっぶっってマジまあいいよ。あと3つかな、スキル3つ上がればスキルマかな。確かね、最速で20ターン発動だと思います。あー、スルーする。20ターン発動だとは思ったんですけど、上がんねえか、上がんねえか。ほんと上がってほしいのって上がんないんですよね。よーしよしよしよし、あと1個。いいの。よし来いよ。ここで2つぐらい来ないかな。ここでさ、あー、スルーだ。ダメだな。お願いしちゃダメなのかもしんない。でもお願いするよね、頼む。よーし、あと1個。スキルマンになりましたね。やりました。で、もう1体いるんですよ、私。進化前のフッショマルコ、こいつにあと2冊混ぜたいと思います。まあいつかね、いつかですけど、戦国が当たった時のために、この進化前も取っておこうかなと。上がりましたね。いや、2冊で1個上がった、嬉しいです。はい、じゃあ次はですね、私にとってメインと言ってもいいゴールデンパウンド、ウソップゴールデンパウンド。スキルレベルは3です。これをね、もうスキル間にしたい。こいつもね、あのカルガゴ部隊をね、周回して集めました。お願いします。これこそスキルマンになってほしいんだ。いい加減。よーっしゃ、あと1個。で、あと何、あと2上がればいいんですね。あと2上がってくれ、お願いだー、お願いだ。いい加減スキルマンになってくれ、いい加減頼む。よーし、あと1個、あと1個、あと1個。まあまあまあ、落ち着け落ち着け、あと1個だ。これであと1個上がんなかったらショックだな。頼む、ウソップ頼む、スキルマンになってくれ。やったー、スキルマンになった、やっとスキルマンになった、嬉しい嬉しい、やっとです、やっとです。で、もう1体いるんで、こっちに混ぜておきましょうね。あと3冊で軽く1個上がったりするんで、1個2個上がったりするんですか、これ。ひょっとしてスキルね、上がんなかった。本当に長くかかりました、このウソップパウンドだけは。長い時間かかりましたよ。あ、やっと嬉しい、本当にも嬉しい。特訓の森とかね、やっぱり厳しいんですよ、スキル間じゃないと。あ、そんなことは次に行きましょう。はい、じゃあ次は、使えるかどうか分かりませんけど、いっぱい本があるんで、このトニートニチョッパーをね、混ぜていきます。これは5冊ずつやっていきたいと思います。あの、スキルが何なのかもちょっとまだちゃんと見てないんで分かんないんですけど、はい、あ、1個上がりました、嬉しいな。1個上がったら嬉しいな。ね、案外ちゃんと見たら使えるキャラだったりするんですかね。でも本がいっぱいあるんで、せっかくなんでこの日のために取っておきました。こういうの取っておくからね、ボックス圧迫するんですよね、私ね。
大成功ですね。どんどん大成功ですね。ああ、いいです、いいです、ありがたいね。どんどん上がっていきますよ。はい、最後ですね、最後の5冊を混ぜていきましょう。せっかくだから上がってくれ、せっかくだから。よしよし、ここまでちゃんとね貯めてきたんだから。おお、2つ上がった。褒めたら2つ上がりましたね。はい、じゃあ次はですね、この、素晴らしく可愛いロビンさんをね混ぜていきたいと思います。4、3でいきましょうか。これもねあんまり回れませんでしたよ。あの、なんでこれ回ったかっていうとね、あの浮き輪ルフィが出るじゃないですか、レア枠で。それが欲しくて回ったんですけど、全然浮き輪ルフィが出てきてくれなくてですね、あれ全然上がらなかった。全然ね、あのルフィ出てきてくれませんでしたね。あの、もうほんとね、今回の、あ、間違えた、今回の集会はあのウソップパンドを一冊本取るのに集中してね回ったんで、他のやつはもうほとんどスルーです。あのシャンクスのねやつも回りたかったんですけど、あの解放するために、国技シャンクスを解放するために回りたくても、もうほとんどカルマの舞台回りました、私は。でもね、やっとウソップパウンドもスキルマンになりました、おかげさまで。はい、終わっちゃいましたね。ではね、続けてもういきます。まあ、2つ目のメインと言ってもいいピーカが、まあ、結構いるんで、ピーカピーカピーカ入りました。ピーカもね使えるんで、これもねスキルマ目指したい。では4つずつ混ぜていきます。結構決戦ピーカはね難易度低めなんで、私でも全然ねコンティニューすることなく回れるんで。上がらなかった。解放は船長効果つけてたんですか。これは封じに変えましょう。封じに変えて毎ターン回復にしましょうかね。上がらなかったですね。やっぱ上がってほしいのはなかなか上がらない。ピーカ使えるんだもん、頼むよ。上がってちょうだい、上がってちょうだい。よしよしよし、もう一個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 、よし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 、もう一個もう一個、はい、いいよ。はい、解放はクソです。次行きましょう。次どんどん混ぜましょうね。4つずつ、これはね変えずに4つずついきたいです。私は3つずつっていうのも結構いいらしいんですけどね、3つずつ混ぜた方が確率的には、これ分かんないですよ、実際どうかは分かんないですけど、って上がらなかったですね今ね。3つずつやるのもいいらしいです。それはね皆さんの信じるようにやった方がいいと思います。私はね4つずつ、いつも4つずつ混ぜてます。よーし、いいよ、もう一個来いよ。うん、いいよ、1個でも1個でも上がればいいよ。あれ封じが全然来ませんね、解放ね。よし、もう少なくなってきたな。もうスキルマは絶対無理だろうな。分かんない、こっから盛り返すかもしれない。行こう行こう、シャキン、よし、もう一個シャキン、もう一個シャキン、いいよいいよ、一個でいい。毎ターン回復は順調ですね。封じが来ませんよ全然。まあ、解放も大事ですけど、あー、どこ行ったどこ行った、あー、飛んじゃった飛んじゃった。はい、戻ってきました。よし、スキルレベルが上がってほしいんですよ。解放も大事ですけども、よーし、もう一個来いよ。でも一個ずつですね。お、封じが来た、封じ。封じ二つ来た。でもやっぱ解放も大事ですよね。解放がついてんのとついてないのでは、進み方が全然違いますよね。特に封じと、船長効果無効。あと、毎ターン回復があると結構ね、助かりますよね。ターン稼ぎするときとか、すごいやっぱ楽になりますよね。今1個上がりましたが、全然喋ってたら全然見てなかった。はい、あと 2体で終わりですね。ここで1個上がってほしいな。2つで1個上がれ。やっぱ無理か、しかも毒。はい、ということで次行きましょう。はい、ではね、地属性に入ってきました。まずはベルゴもまあそこそこあるんで混ぜていきたいと思いますね。4つずつ混ぜます。ベルゴも、おーし、よしよしよし、
いいよいいよ、ベルゴもね結構使えますよね。自分のねこの攻撃力2倍でしたっけ、確かスロットも変換して2倍だったような気がしますけど、間違ってたらごめんなさい。何気に上がってますよね。まあこれでもう終わりですけども、はいね、3冊で1個上がればいいですよ。おしよし、ありがとうありがとう。はい、では次はですねこのフランキーをスキル上げていきたいと思います。これもねやっぱ必殺本いっぱい溜まっちゃうんで、この日にこう取っておきたくなるんですよね。はい、もうスキルマン目指していきましょう。おい、多分ねこのフランキーはめっちゃ上がると思います。ただの予想ですけどね、ただの予想です。一応4つずつ混ぜますね。なぜかって言ったら、あの使ってないキャラだからです。使ってないキャラはほら上がるんですよね。もうどんどんいきましょう、4冊ずつね。はい、多分上がりますよ、まだまだ上がります。ほらほらほら、使ってあ、もうほらスキルマンになった。そうだと思ったんです、そうだと思ったんです。はい、ではね次は青生地行ってみたいと思います。もうねこれで今回のスキル上げは終わりです。で6体しかいないんで、3体ずつ混ぜていきたいと思います。1つでいいから、1つでいいからお願い。よし、ありがとう。もう1回、あー、やっぱ上がってほしいのは緊張しますね。あー、解放なー、うん、本当なら封じとマイターンをつけたい。あ、もう一個つけれるってことね。じゃあ必殺ターンでいきましょうか。はい、では残り3体。結構ね青生地はうん濃厚でいけるようになりました。でもスロットがね、スロット次第によるって感じですね。上がらなかった、喋ってたら上がらなかった。まあ毎回1個来たからいいでしょう。青生地もこれからね、あのやっと回れるようになったんで回っていきたい。はい、ということで今回の必殺技レベルアップ2倍期間のぶっ込みは以上です。ご視聴ありがとうございました。また見てくれたら嬉しいです。それではバイバイ。